一丁伝子は津軽氏の支流で戦国時代から江戸時代にかけて道家に仕えた。江戸時代に西館に改正した。投資時,時は森。大浦光信の弟、新館が一丁田村に住み、尊名を生とした。代々津軽氏の重臣として道家に仕えた。達夫の代に西館に改正した。 西立聖は一丁殿にあった館を西立殿と呼んだことに由来する。幕末の西立子清は京都側用人として上方の情報を集め、朝廷令書とこの駅教書を津軽に持ち帰り、広前藩が新政府方につく決め手となった。また、明治の教育者、本田洋一とも遠赤関係にあった。一丁殿新立一丁殿の武器を一丁。 田森清一丁田森喜一丁田森春一丁伝新立。信清。森清。森比森,森,森春一丁伝立清建てキ西立森正史志志郎兵衛西立達夫森次平馬立通り森防大七織部田左衛門平馬健徳田左衛門竹国富野信研究立明ありがとうございます